さて、じゃあ学校の話しましょうかね。まあ、最初にそういうそのコロナで世の中変わるかもしれないし、これからじゃあ生きていく力っていうのも、これまでの力とは違うのが必要になってくるかもしれない。そんなことに、うん、石戸さん、その、例えば、これまでの学力じゃなくて、想像力とか、コミュニケーション力とか育てるってずっとやってるじゃないですか。どう思います？そうですね。日本の教育はこれまで、やっぱりその知識を記憶暗記するということに、やっぱりその評価の力点が置かれすぎていたんだと思うんですよね。でも当然のことながら、その知識ってまあ検索すれば、ね、いくらでも手に入る時代に、それを覚えることの価値って相対的に下がっていて、じゃあその時に何が大事かというと、やっぱり人間だけにできる力を育んでいくこと。それは、新しいものを作り出すクリエイティビティだったり、コミュニケーション力だったりすると思うんですよね。で、そう思ってずっと活動してきたんですけど、あと最近、特に、まあ、今回コロナにおいても大きな変革をみんなが求められたわけですけど、大事だなと思うのっていうのは、いかにこういう変化に対応していくか。その力がすごく大事だなと思っていて、なんかこういう状況において、なんか二つのパターンに分かれるなと思うんですけど、その変化することを楽しいって思う人と、苦痛だと思う人に、なんかすごく分かれるような気がしていて、これだけ変化の楽しい時代に、やっぱりその変化していくこと、変わり続けることを楽しむ力って、すごく大事だなと思いますね。それは素晴らしい。実は、IU のその看板が、変化を楽しむ。あ、そう。ちょっと、よいしょしたみたいな感じになっちゃいました。なってる。めっちゃなってる。